ただいま、ぷーちゃん。はぁ、はい。奪い取りました。これはですね、何かというと、ぷーはですね、クコの実が大好物でございます。あ、来た。もう一個食べたいんでしょ、ぷーちゃん。もう一個食べる？はい、どうぞ。私もご飯食べよ。今日の夜ご飯はじゃん、昨日龍太郎さんが作ってくれたおでんが最後残ってるので、ちょっとこれをアレンジというか、まあ、アレンジってことでもないんですけど、もう本当に簡単に、うどんを入れて食べたいなと思ってます。見て、もう大根とか超しみしみ、絶対美味しいね、これ食べたいと思います。私のお気に入りの場所をご紹介します。ダイニングテーブルがある場所になっていまして、こんな感じで2人掛けできるようなものになってるんですけど、この机は IKEA で買いました。1本目の動画で渡るさんとみどりちゃん私と一緒に IKEA に行っている動画で紹介しているというか登場しているので、よかったらそちらもご覧ください。で、ここに今飾っているのがこの可愛い花瓶、青山フラワーマーケットで買った花瓶なんですけど、めっちゃ可愛くてサボテンの形をした花瓶です。今飾ってるお花は龍太郎さんが買ってきてくれたお花なんですけど、いつもね買ってきてくれた時はさらっとこう花瓶にお花が刺さっております。なんかサプライズみたいなのもあんまないんですけど、やってくれた時もそんな自分からアピールすることなくさらっとやってくれるタイプです。なんか夜中ね、お風呂掃除やってくれてたりとかする音が聞こえたりとか、トイレとか床とか、なんか気づいたら綺麗だなって思って、私気づくことは多いんですけど、そんな感じで何も言わずさらっとやってくれる優しい夫でございます。で、これはちょっと私が買ってきたんですけど、めっちゃ可愛くないですか、これ持ってるサンタさんめっちゃ可愛い。カラーライブのキャンドルをいただきました。おしゃれ、はい。まあ、やっぱお気に入りはこのスペースかなと思います。この絵はね、リョタンさんがお友達から買った絵です。かわいい、はい、ちょっと葉っぱ元気ないで水あげなきゃ。こんな感じです。はい、今日のご飯が完成しました。すごい映えない、もうこの茶色いご飯なんですけど、まあね、インスタグラムとかで、ね、あげてる料理は結構
ちゃんと作った日なので全然こんな適当なご飯の日もあります。でもすごい美味しいです。これ涼太郎さんが作ってくれた昨日のおでんの残り、美味しそう。早く食べます。ちなみにおでんに合わせるものはですね、からしが今切れててないので、じゃん、こちらかぼす蜂蜜で、ちょっとこのおでん自体にもなんか柚子胡椒が入ってたりとかして、結構涼太郎さん特製おでんのいい出汁なんですけど、かぼすもよく合うのでこれも入れて食べたいと思います。よし、いただきます。いただきます。めっちゃお腹空いた。超たっぷり。ちょっと一旦このまま食べたいと思います。うん、うまっ。なんかおでんとか鍋とかってほんと2日目がめちゃめちゃ染みてて本当に美味しい。カレーとかもそうだけど、うん、2日目が本当に最高。美味しい。カボフルで、我が家ではお鍋とかあとおでんとかなんかそういうものは私が作るよりも涼太郎さんが作った方が上手なので作ってもらうことが多いです。何なんだろうね、結構だしのこだわりがあって、なんかそこはねやっぱちょっと私とは全然違う味付けというか、すごく美味しいです。なんか同じものなんか撮ってるやつが DJI ってやつで今撮ってたんですけど、なんか電源が多分切れてキュルキュルってなっちゃって、途中でちょっと変なことになったので一旦取り外しました。そしてちょっと化粧がボロボロなので今メガネかけてるんですけど、なんか反射してるね。まあいいか。何の話だっけ。あ、そうだ、あの出汁の話か。出汁はすごい涼太郎さんの方が上手なのと、同じもの使ってるのになんか全然違う味付けになるし、涼太郎さんが作った方が美味しいので作ってもらうようにしています。はい、使ってるもののなんか特徴でいくと、お醤油はあのお母さんが九州から送ってきてくれてる九州醤油を使ってて、今まで私九州醤油と使ったことなかったんですけど、すごい美味しい。本当に美味しい。まあ、ちょっと甘い感じなんですけど、うん、ちょっと濃いめの味付けかもしれない。でもめちゃめちゃ美味しいんでおすすめです。九州醤油ぜひ。ちなみに普段はテレビ見ながらご飯食べるんですけど、最近ハマってるのはワンピースなので、ちょっとワンピースを見たいと思います。シーズン20の500を再開になります。結構進んだ。もう涼太郎さんがめちゃめちゃワンピース好きだから、なんかすごいおすすめされて、で先に映画を見たんですよ、レッドっていう。で、ああ面白いじゃんと思って初めて見始めて、ようやくここまでシーズン20まで来ました。ちょっと先が超気になるので、一旦ワンピースを見ながらサクッとご飯を食べたいと思います。めちゃめちゃ美味しかったです。ちょっとね肌寒い時期になってきたので、もう冬の匂いがするし、すごいやっぱおでんは染みました。2日目のおでん最高です。りょうたろうさんありがとう。ってことでごちそうさまでした。食後のデザートにこのキウイを食べたいと思います。最近はビタミン C をたくさん摂るように心がけてるんですけど、キウイを食べました。今日はお風呂を沸かしてお風呂に入っていきたいと思います。
たい時間は2時20分ぐらいなんですけど、ちょうど涼太郎さんが帰ってきました。今ねちょっとお風呂入ってるんですけど、その間にちょろっと寝室もご紹介したいと思います。寝室というかベッドなんですけど、前にねインスタグラムでもちょっと紹介させてもらったこのホテルライクインテリアさんの、まあ、リネンで我が家は統一をしております。ちなみにこのねリネンは一流ホテルの寝心地をご自宅でっていうコンセプトだなので、もう本当に見た目もこのね肌触りとかもめちゃめちゃこう本当にホテルの枕とかリネンみたいな感じですごい寝心地がいいです。私とかかなりショートスリーパーなんですけど、このベッドに入るとぐっすり眠れるのでめちゃめちゃ気に入っている場所です。この刺繍も超可愛い。これは R と M で涼太郎ともたみです。ちなみにこの枕なんですけど、結構分厚くて、ね、今までねなかなかこう首の高さに合うのがなかったんですけど、これは本当にこう弾力もだし、ちょっと固めのやつを選んだのでかなり首が楽になりました。なんて言うんだろうな、ホテルの枕って寝るとこう包み込まれる感じあると思うんですけど、本当にそんな感じの眠りがお家で味わえるのでめちゃめちゃ気に入ってます。でね、なんかこれサイズがちょっと伝わるかわからないんですけど、なんか日本の標準的な枕のサイズよりちょっと大きめの枕がスタンダードになってて、なので本当にこう5つ星ホテルとかにあるようなめちゃめちゃ気持ちいい枕がお家で味わえるような感じになってます。高さもあるからなんか結構本当にからしっかりホールドしてくれるし、横向きで私今結構寝るんですけど、横向きに寝ても全然ちゃんと高さを出してくれるのですごく楽になってます。今までね結構本当にぺったんこの枕でめちゃめちゃ首痛くなったりとかして大変だったんですけど、ほんととにかくふわふわで、高さもあるのにふわふわで柔らかくて、なんかこう雲の上で寝てるみたいな感覚のピローです。めちゃめちゃいい。これプレゼントとかでもあってもほんと嬉しいと思います。刺繍がねできるのもほんとよくて、お友達へのプレゼントとかなんかそういうのにも超ぴったりだと思います。気になる方はね、以前ちょっとインスタで紹介してるのでそちらで見ていただいたりとか、あと概要欄にリンク載せておくのでよかったら見てみてください。シュールかもしれん。何飲んでんの？秘密。体つきは変わりましたか？まあまあね。まあまあ変わった？目の前に何もできないよ。じゃあもう二口ぐらいもらおうかな、また。あ、本当に来るの？Thank you。なんだ？うん。